ゴドフリーネラーの絵画に基づく第6代ノース男爵のメゾチンと、第6代ノース男爵及び第2代グレー男爵ウィリアムノースはイギリスの軍人、貴族、ジャコバイト。1698年から1734年まで貴族院としての権利を有したものの1722年から死去までの12年間は外国で過ごした。 ノースは、ノース家で初めて軍人になった人物であり、中将まで昇進したが、ジャコバイトだったため1714年に、アンジョ王が死去すると失脚した。アタベリー陰謀事件に関与したとして逮捕されたが、証拠不十分により釈放され、以降は、スペイン王フェリペ5世のもとで軍人を務め、マドリードで死去した。ケンブリッジシャーのケルデコートで、第5代。 ノース男爵チャールズ・ノースとキャサリン・グレーの間で生まれた。父は1673年にグレー・オブ・ロールストン男爵に除され、貴族院議員になったため、ノースは1691年に父が死去するとノース男爵とグレー・オブ・ロールストン男爵を継承した。ノースの家系には知識人が多く、おじの初代ノース男爵、フランシス・ノースは大法官を務めており、他にもおじ、 ダドリーノースが経済学者で、叔父、ジョン・ノースがトリニティ・カレッジ学寮長を務め、さらにもう一人の叔父、ロジャー・ノースが歴史家だった。また、姉に、東方学者で、言語学者のダドリア・ノースがいる。ノースは、ケンブリッジ大学、モードリン・カレッジとフーバートの軍事アカデミーで教育を受けた。ノースは軍人への道を目指したものの、1689年から1691年までの、 ウィリアマイト戦争では若すぎて参戦を拒否された。彼は代わりに1691年にフランドルに向かい、ジェントルマン主眼兵として戦った。1698年、貴族院議員として初めて登院した。彼は長年マールバラ公爵の下で、従軍1704年8月13日のブレンハイムの戦いではノース及びグレー卿の不評連帯を率いて戦い。 右腕を失った。1710年、中将に昇進した。軍務以外では1711年12月6日から1715年10月28日まで、ケンブリッジ社当官を務め、また、アン・ジョーウから、数密顧問官に任命された。ノースは1714年に、アン・ジョが死去した時点で、ポーツマス総督であり、ジャコバイトに属した。ノース率いる中流軍は、 スコッツガーズで構成されたが、毎日酒を飲むときは、ジャコバイトの支持する継承者、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートの健康を祝って、乾杯したという。同じくジャコバイトのベリック公爵がポーツマスを基地として、イングランド侵攻を企んでいるとの有料があったため、ノースは即座に更迭されトマス・アールが公認となった。1720年、王立教会フェローに選出された。 1721年8月、フランシス・アタベリーによるスチュアート家福井の陰謀に関与したとして逮捕された。しかし、誰もノースに不利な証言を拒否したため、彼は無事釈放された。一方、ノースの代表で、法律顧問のクリストファー・レイヤーは首吊り、内臓をえぐり四つ先の刑に処された。ノースは釈放された後、大陸ヨーロッパに向かったが、その時に、 カトリックに改修したとされる。1722年1月6日、ジャコバイト社会のノース伯爵に除された。続いて、スペインをフェリペ5世の下で将軍を務めた。1734年10月31日、ノースはマドリードで死去した。ノースの死により、グレー・オブ・ロールストン男爵は断絶したが、ノース男爵と財産は、親族の 第3代ギルフォード男爵フランシス・ノースが継承した1705年、ネーデルラント連邦共和国の軍人コーネラスでジョンヴバンエレミトの娘、マリア・マルガレータと結婚した。ノースが死去した翌年、マリア・マルガレータは、第5代エディバンク教、パトリック・マレーと再婚した。ありがとうございます。